必ずやろう日本最高酒井豊です。この動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。6月24日のデイリーニュースをお伝えします。最初のニュースです。アメリカの商業用不動産の不良資産が1、3月期に 10% 増加して640億ドル、日本円でざっと9兆円、この程度に膨らんだということが、調査会社の MSCI リアルアセッツの最新リポートで明らかになりました。で、このリポートによれば、近い将来問題となりうる商業用不動産はですね、1550億ドル近く、日本円でざっと22兆円ほどに上るとされています。で私はこの数字を聞いてですね、あれ意外に小さいなというふうに思っていて、本当はもっと深刻なんじゃないのなんてね、思っているところも正直言うとあります。それが正しいかどうかはともかくとしてなんですけれども、この不動産の問題がですね、なぜ大きくなるのかということについて、ちょっと今回簡単に説明してみようかなと思います。で金利が上昇するということで、借り入れコストも上昇するということになるわけなんですが、これに基づいてですね、この不動産に求められる利回りも上昇することになるというのは、ご理解いただけるでしょうか。で例えばなんですが、借り入れの金利が 1% で運用利回りが 5% だっていうことになったら、その間に 4% の差ができるということになりますよね。この 4% が全部利益になるかっていうとそういうわけではなくて、メンテナンスに必要な費用というのも、お金はかかっていくであろうし、経年劣化するみたいな部分もお金がかかっていくっていうことがあるから、4% がそのままね利益になるっていうわけではないんですが、その借り入れのコストとそして、投資収益との間にはこのぐらい差は、本来あっていいんじゃないのっていうのは、なんとなく理解してもらいたいところではあるわけなんですね。では借り入れの金利が 5% にまで跳ね上がったら、同じ利益を出すためには運用利回りは何パーにならないといけないってことになりますかね。やはりこの 4% のスプレッド差というものが必要になると考えた場合には、5% に 4% を加えるってことになりますから 9% ということにならないといけない、そんな話になりますよね。で年間に入る家賃収入が、1億円あるという物件の場合ですね、運用利回りが 5% の時には物件価格は20億になるはずです。20億の 5% がちょうど、20分の1で1億円になるというこういう計算になるからなんですよね。でところがこれ運用利回りがですね、求められるのが 9% になるという話になったら、この物件の価格はどこまで下がるのといったら11億円くらいまで下がるってことになりませんかっていうことなんです。11億円の 9% っていうのが、9900万円、だいたい1億円というこういう計算になるから、11億円ということになっちゃうってことなわけです。でそうすると求められる運用利回りが 5% の時には20億円だったこの不動産の価格というのが、求められる運用利回りがですね 9% にまで上がってくるっていうことになると、なんと11億円まで値段が下がるというこういうことになってくるわけなんですね。で借り換えを行うタイミングでですね、金利が大幅に上昇し、担保価値が下がることからですね、融資をしてもらえる金額も大きく減らされるということになりがちなんですけれども、この負担に耐えられないっていう場合には物件を手放すしかなくなっちゃうというこういうことになるわけなんです。でこういう感じの話を聞けば、この金利が上昇することによってこの商業用不動産の問題がですね、大きくなってくるというのは容易に理解できるんじゃないかと思うわけなんです。さらにこの在宅勤務が増えたということで、オフィスビルにおいては空きテナントが目立つようになり、サンフランシスコではこのオフィステナントの空室率がなんと 26%、ここにまで上がっているわけなんです。でこうなるとですね、本来というか、満室にうまくなっていた場合には、家賃収入で年間1億円入ってくるというこういうようなところで、実際には7400万円くらいしか手に入らない。26% 空いてるわけですからね。いうような話にもなってくるということになるわけです。で、さらにですね、この空きテナントがこう増えてくるみたいなことがあった場合には、そこに、新たなこの集客をね、しなければいけないということを考えるとすればなんですが、家賃の引き下げも、考えていかざるを得なくなるということが出てきますよね。で、こうなるとこの不動産価格というのはさらに下がっていくという、こういうことになってくるわけなんです。で、今言ったようなこういう感じのことがアメリカの商業用不動産で今ボンボンこう広がっているということになるわけなんですが、これは決してですね、アメリカだけで起こっているというわけではないわけなんですね。これ4月3日に欧州中央銀行はユーロ圏不動産市場における投資ファンドの強まる役割とのレポートを発表してですね、ヨーロッパにおいてもこういった問題がですね、こう浮上しているということについて警鐘を鳴らしているわけなんです。で、このレポートはこの商業用不動産の下落を懸念しているというこの話だけでなくてですね、不動産投資ファンドのことにも論及をしているわけなんですね。で、今不動産投資ファンドの 80%、5分の4がオープンエンド型ファンドになっている。つまりですね、いつでもお金の出し入れが自由、つまり解約したかったらいつでも解約ができるという、そういうタイプのものとなっているので、それによってですね、この厳しい状況に直面するんじゃないかっていうことが、これがかなり懸念されているわけなんです。商業用不動産のリスクというものを、みんなが強く感じるなんてことになっちゃって、そのお客さんがですね、一気に解約したいということでこう殺到するみたいな感じになった時にですね、ファンド側はですね、その資金をすぐさま用意できるかといったら、これはなかなかしんどいよねっていうことが起きてくるわけなんです。で、不動産というのは売りたい時にすぐに売れるっていう、そういう商品ではないですよね。早く売ろうとすればですね、もう値段を下げてでもこう投げ売りをするしかなくなるという、こういうことにもなります。で、なおこのオープンエンド型のこの不動産投資ファンドの問題というのは、このヨーロッパだけでなくてですね、アメリカにも当然あるわけです。で、まだこの破裂という状態にはなっていないんですけれども、何かこう破裂する案件みたいなものがボンと1個でも発生するとですね、突然こう取り付け騒ぎが起こるのと同じようなことが発生しかねないということがあるんじゃないかと思うわけです。で、こうしたこのファンドに対する警戒心がこう一気に高まって、換金を求める動き、これが急激に強まり、その結果としてですね、この投資用不動産の投げ売り状態みたいなことが起こって、大暴落するような流れもねんですね。これいつ起こるかわかんないですよ。ひょっとしたらうまく起こらないっていうこともありうるっちゃありうるんですけれども、ただ、これはいつ起こるかわからんし、起こった場合のことも私は想定して考えておかないといけなくなっているんじゃないかと、こんな風に思っているということがあります。次のニュースです。福島原発の処理水のこの海洋放出に関して、今韓国内で大混乱が生じているというのは皆さんご存知でしょうか。で、私はですね、この韓国メディアの中央日報であるとか、朝鮮日報であるとか、こういうものの記事というのを毎日確認をしているわけなんですけれども、もうこの点の話がめちゃめちゃ豊富にあるわけなんですね。で、中央日報でこの件に関する記事がどのくらいにあるかってことでもってですね、私、福島という言葉をキーワードにして検索をしてみましたら、なんと6月1日から6月22日までのこの22日間において、合計で65件、記事がヒットしました。つまり、中央日報だけでですね、1日に平均3件くらいずつですね、この点に関する記事がアップされているという計算になるわけです。ちなみに中央日報は、落ち着こうね、そんなバカなことはないよねっていう、極めて真っ当な情報を流している側なんで、煽ってる側ではないんですけれども、まあ、そういうことでもって、その何度も何度もですね、そういうこう説得をしなければいけなくなるぐらいに変なことが今韓国で起こってるという、こういうことになるわけです。で、例えばなんですけれども、海水を天日干しして作られるお塩というのがありますよね。これが福島の処理水が放出されるともう怖くて買えなくなるみたいなことでもってですね、パニックが起こっている。で、その結果3週間分が1日で完売になるという、まあそういう凄まじいことまで、発生しているわけなんです。小売店ではですね、この塩購入のための行列が出来上がっていて、ね、購入制限が行われるようなそんな事態にもなっています。まあ実にバカバカしい話ですよね。で、そもそも塩というのは水分を蒸発させて作るわけですから、ね、乾燥させたらですね、このトリチウム三重水素が入っている、お水もですね、これ全部蒸発しちゃうわけですよね。で、乾燥している以上そこには水分残っていないんで、そこにトリチウムあるんですかと言ったらあるわけないっていうことにもなるんですけれども、まあそういうことも、冷静にちょっとね考えられなくなっちゃってきてるのかななんというふうにも思ったりします。で、さて私たちがこの処理水と、まあ、正しく表現しているものを韓国では一般に汚染水というふうにまあ呼んできたわけなんですが。韓国の最大与党の共に民主党はですね、なんと核廃水なんていうふうに呼んで、さらに不安を煽るというようなことまでやっているわけです。まあ、親日と受け取られかねない発言をするとですね、自分の身が危なくなるということを懸念してなのかどうなのか、まあわかりませんけれども、ソウル大学の原子核工学科の名誉教授までもがですね、この放射性物質は重いから、ね、沈んで、その海洋生態系の食物連鎖にこの浸透する恐れがあるんだみたいな、まあ、こんな感じの話をしているわけなんですけれども、いや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 この、水に含まれているこのトリチウム、これが、それでもってですね海底に溜まるなんてことは到底もではないけど考えられないというのは、こんなの常識に入るんじゃないかと思うんですけれども、まあこんな感じのことを平然と言っていたりするわけなんですね。で、こういう不安の煽る、まあ、発言を、まあ、やっていたりするんですけれども、こうした結果として韓国内で1キロあたり1万5000ウォンで販売されていた魚の価格が半分以下の6000ウォン台にまで下がるなんていうことが、まあ、起こっていたりするわけなんです。まあ韓国でですね、まあこんだけ価格が下がってるっていうのは、まあお魚を買うのをやめるっていう人たちが、まあそれだけ増えているということが、背景にあるわけなんですけれども、それはもう海産物を買うのが怖いって思ってね、控えている人も当然いるとは思いますけれども、私はね、それだけではないと思っているんです。騒ぎが大きくなって連日マスコミで大々的に取り扱われる中で、別にそれを危険だっていうふうに思っているわけではなくてもですね、まあ、なんとなくなんか海産物を食べたくなくなるっていう、そういう心理が働いてるところもあるんじゃないかななんてね思うわけなんです。で、こうして海産物の需要が減退した結果としてですね、まあ、韓国の漁民たちが大きな風評被害に遭っているということにもなるわけなんですね。で、そのため韓国の漁民たちはこの名誉教授をですね、その告発するような動きにもまあ出ていたりするわけです。で、なお日本の魚介類の輸入量がこの5月段階ですでに 30% 以上減少するというようなことが起こっているわけなんですけれども、これは6月になったり7月になって、まあ場合によっては8月になってということにおいても、もっとこう強化されていくということになるかもしれません。さて、日本政府がですね、国際原子力機関 IAEA の関係者に100万ユーロ以上の政治献金を行っていて、だから最初から IAEA の結論というのは絶対安全だという結論ありきになっていて、ね、IAEA レビューに参加するその第三国の専門家と言われるような人たちも飾り物に過ぎないのだなんてね、こういう悪質な韓国のインターネットメディアというものが現れています。で、これに対し外務省がですね、事実無根だと、まあこういう感じで反論する事態まで起こっているわけなんですね。まあこんな感じでこの一連のその韓国のバカバカしい様子というのをまあ今皆さんにお伝えしてきたわけなんですけれども、こうした韓国の在り方をああ韓国だからと言ってバカにするのは私はちょっと違うんじゃないかななんて思っているわけなんです。日本でも例えばですが、食品添加物が危険だと思い込んでいる人たちがものすごく多いがゆえにですね、食品会社は無理をしてでも無添加を謳う商品を開発しなければならなくなっているってことが起こっているわけですよね。ところがですよ、食品添加物に使われているあの非常に厳しい安全性試験というものを仮に私たちが普通に食べている食材にそのまま当てはめたら食べられなくなっちゃうものっていうのが多いというのがこれが実際だったりするわけなんです。で、厳密な試験を経て許可されている食品添加物で、もちろんこの食品添加物には使用量に対してその制限というものが加えられているということがあるわけなんですけれども、その枠の中で食品添加物が使われていてもそれでも危険なんだというのであるならね、このじゃがいもであるとか玉ねぎであるなんてもう危険すぎて絶対に食っちゃいけないというそういうことになってくる、こういう話でもあるんです。マーガリンはトランス脂肪酸の塊だから危険だーなんてね、まあ、今でも信じている人たちがたくさんいますよね。で、これについてもこれ20年前までのマーガリンの話をまだしていませんかなんていうふうにも私は思ったりするわけなんです。で、念のために言っておきますが、20年前のマーガリンでもですね、このトランス脂肪酸の塊と言えるほどトランス脂肪酸ばかりだったというわけではないんです。10g あたり 0.9g 程度、まあ、要は 9% 程度、これがトランス脂肪酸だったというのが実際なんですね。で、これはバターのざっと 4,5 倍あるわけですから、まあ、この頃のマーガリンについて危険だ危険だと騒ぐんであれば、まあ、まだ私は理解はできたとは思います。で、ただ、細かい話をするとなんですけれども、日本人の一般的な食生活の傾向からすればトランス脂肪酸の摂取量がこの20年前まででもですね問題にするようなレベルには達していなかったから、これをあえて規制するということが必要はなかったというのがこれが実際の話なんですね。まあこの辺の食の安全に関することっていうのはもっと厳密な話をすると大変になるんで、まあ、今回この程度にしておきますけれども、決してですね、その当時のマーガリンもこれ危険であることを分かっていながら厚生労働省が見過ごしていたというのとは話がだいぶ違うわけです。まあ、それはさておきなんですが、今の日本の市販のマーガリンは実はバターよりもトランス脂肪酸が少ないというのが実際なんですけれども、そんなことを知らないまんまですね、健康のためにマーガリンはやめてバターにしようなんてね、してる人も多かったりしますよね。で、こちらのグラフをご覧ください。こちらは創建社という会社が、うちの会社のマーガリンは一般的なマーガリンよりもトランス脂肪酸の量が3分の1しかありませんよと、まあ、宣伝しているグラフになっています。で、私が確認してほしいのは実はそこではなくてですね、下にある2つの棒グラフのところなんですね。一般的なバターのトランス脂肪酸の含有量が 10g あたり 0.19g であるのに対して、一般的なマーガリンのトランス脂肪酸の含有量は 0.09g になっていますよね。これ本当はね、0.099g なんで、これを 0.09g と書くのはちょっとどうかなっていうふうにも私は思うんですが、まあそれはともかくとして、一般的なバターのこの半分程度しかないっていうことが、ここからわかるんじゃないかと思うわけです。で、最も含有量が多いマーガリンであっても、これ 10g あたり 0.16g 程度になっていて、これでもですね、これバターよりも少ないっていうことになるわけなんですね。こうしてみた場合に市販のマーガリンを危険視してわざわざバターを買う必要があるのかって言ったらそんな理由はないということもわかりますよね。で、私たちはいわゆるカッコ書きリベラルの人たちのこの科学を無視した議論に常に巻き込まれてくるわけなんですね。で、危険を煽る議論というものにこの出会った時にですね、いやーあ、これまた煽られているかもという警戒心を持つくらいの方が私はちょうどいいと思っているわけです。さて、この韓国のバカ騒ぎの話をですね、この別の観点から考え直してみたいというふうに私は思うんですね。いくら科学的に見てバカバカしい話であっても、カッコガキリベラルはですね、そんなことにはお構いなく煽ってくるわけなんですよ。ね、偽文書をでっち上げるようなことまでやって煽るなんてこともあるわけなんですよね。で、こういうプロパガンダに勝利するためにはですね、それを前提にした上で私たちは対抗策を考えるべきではないかっていうふうに思うわけなんです。で、私は、福島の処理水をボトリングしてですね、こう販売する事業というのはやった方が良かったんじゃないかななんてね、思っていたりするわけです。で、もちろんその飲用水基準を満たすように、この希釈してからっていうことになるわけなんですが、まあそうやってですね、こう販売をするってことになった時に、まあ結構買ってくれる人もね、多かったんではないかなんて思ったりはするわけです。もちろん一時的に話題にはなっても、まあ販売の継続がね、どこまで続いていくかといったらちょっとわからんよってところも、当然あったりはするわけなんですけれども、売れ行きがですね、この下がっちゃったら、もうその段階で、まあ同じ飲用水基準の濃度で海洋放出するって言えばいいんじゃないかと思うわけなんです。で、そうしたらですよと、ね、工場を作ったコストが回収できないじゃないかなんてね、こういう考えもあるんでしょうけれども、いやいや、それは処理水の安全性を定着させるための広告宣伝費として考えたら、その程度の金額って意外に安いっていうことになりませんかなんてね、思ったりするわけなんですよ。で、相手側がですね、この常識を超えたことをやってくることもあるっていうことを頭の上に置いた上で、こうしたものに対してどうやったら対抗できるのかっていう、こういうことというのを私たちは考えるべきではないかと思うわけなんです。で、それなのに、こうしたプロパガンダ戦が戦われているってことを全く意識せず、そしてこうしたプロパガンダ戦にですね、負けないようにするにはどうすればいいのかっていう観点が、日本政府からは完全に欠落しているわけなんですよね。ここに私は日本政府の最大の問題があるんだということを、改めて訴えたいと思います。必ずやろう日本最高、浅賀豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう、合わせてお願い申し上げます。